はい、どうも、こんにちは。フォトナー最弱ピコです。ということでね、今回の動画になるんですけど、今回はですね、プロスピコロシアム完全攻略やっていきたいと思います。それではどうぞ。まずはじめにですね、イベント説明についてです。ですね、プロスピコロシアムのイベントはですね、最大36試合の記録を同じグループのプレイヤー10名で争います。今回は次の通りの記録をカウントします。タンダーを打つとプラス1点、ツーベースを打つとプラス2点、スリーベースホームランもプラス2点となっております。なので、ツーベース以上を狙って、自走者を行うことが一番大事ですね。で、ランキングを狙いたい方はですね、2ベース以上、自分がね、長打打てる球が来た時に、打つのをおすすめします。そしてですね、エントリー方法、エントリーのね、チームコストについてなんですけども、トップランクの参加条件がチームコスト750以上、そしてミドルランクの参加条件がチームコスト750以下、ルーキーランクの参加条件がチームコスト600以下となっております。次がですね、ランキング報酬になっております。トップランクのね、1位のランキング報酬が、第6代長打王の、イラストのやつと、100エナジー、3万スピメダル、10万コインとなっております。続いてがですね、ミドルランクのランキング報酬がですね、先ほどと変わらず、第6代長打王と50エナジー、3000スピメダルと、1万コインとなっております。続いてがですね、ルーキーランクのランク報酬が、第6代長打王子と20エナジー、1000スピメダル、1000コインとなっております。続いてはですね、主な今回の累計報酬となっております。25エナジー、 S ランク、 A ランク、 B ランク、特訓コーチ1枚ずつ、 B ランク契約書2枚、チーム B ランク契約書1枚、 A ランク契約書1枚、ゴールド契約書1枚、 S ランク契約書1枚、6000ストック経験値の、ということでね、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後にですね、自分のね、ランキング今何位なのかというのをちょっとご紹介したいと思います。今がですね、1位の方が54ポイントで、僕3位なんですけど45ポイントと、結構まあ離れてますね。はい、といった形でございます。次のね、明日の選手は7番のバッターのね、宇野選手からということで、明日も頑張りたいと思います。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。こういう動画がね、いいと思った人はぜひ、チャンネル登録、高評価、通知音よろしくお願いいたします。ということでね、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。